はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。ですね、今回はこちら。何かわかりますでしょうか。今回ですね、まだこれで名刺ついてるんですけど、ワリック花むぐり原名書ですね、割り出しをしていきたいと思います。ですね、本当はワリックで冷ませて組む時って落ち葉をバッサリ入れてやるのがセオリーなんですけど、自分の場合ちょっとめんどくさがって、水苔で組んでるんです、今回で。ワリックの場合はこう、なんだろう、落ち葉をこう丸めて、かき集めて丸めて、こう、玉みたいなのを作るんですよ。なので、水を越えて作った場合も、なんだろう、こうしていって、まとまってる、丸めてあるやつは、引っ込んであるやつは、こう取れないんですよね、スッとは。で、まあある程度こうどかしていって、引っ込んであるなってやつだけちょっと狙っていくような感じですかね。だからこうやってポッポッポ取れるやつには産んでないと、基本的には。まあ最後チェックはしますけど。で、こう引っ張っていって、入り込んでるなってやつだけちょっと狙っていくという感じですね。それではちょっと割り出していきたいと思います。ここら辺かな。うまくあればいいんですけどね。なかなかこればっかりは、生き物相手なんで、うまくいくとも限らないんですけど。水苔でやってるんで、もう、こう、なんだろう。一枚一枚、こう、剥がしながらじゃないけど、ほどきながらチェックしていくような感じですね。それで、ちょろっと1、2個、1個とか、あるような感じな。わかりますかね？ありましたよ、ほら。こう、ありましたよ、やっぱり。一応、こうやって、ほんと落ち葉で、落ち葉で組むんですよ、セオリーは。セオリーは落ち葉で組むんですけど、一応、これでも取れます、ご覧のように。で、結構ワリックとかあれなんですけど、穴盛り系ってトモ食いが結構ひどくてですね、下手にこう下手にこうなんだろう、複数で飼育してるともうすぐトモ食いしてですね、すぐ共食いして、もう幼虫同士がいなくなっちゃうらしいんで、めっちゃこぼれた。で、一応今回は粗めの粒子の腐葉土と、一応無添加系のマットを混ぜ合わせてます。どうもこいつら腐葉土必須らしいんですけど、腐葉土だけだとなんか微妙っていう話も聞くんですよね。卵とりあえず1個ゲットしました。同じくこう、同じやり方ですね。だから最後1個チェックはするんですけど、一応まずさっと剥がれるやつは一旦もうどかしていって、あとは引き込まれてるなってやつだけ狙っていくと。これなんかそうですね、今軽く引き込まれてるんで、一応ここら辺のやつは要チェックと。
こういうの風に丸まってるある程度多分あるとは思うんですけどね。ただこういう中にいくつあるとか、本当に確実にあるとかっていうのもちょっとわかんないんで。はい、ありました。って感じですね。とりあえず、一旦割り出しのために、このまんま。なんでしょうね、あの塊ぐらいで1個とか、多分落ち葉で比べもっと取れるんでしょうけどね。どうしても水苔だとこんなもんじゃないですかね。丁寧にほどいて1、2個あるとか、多分。とりあえずね、貴重な原名野種なので、まあよ取れれば OK ぐらいで思った方がいいんですかね。という、ワリック自体が、それなりに難しい種類ということも聞いたことは、なきにしあらずなので、ここら辺もあるか？あとあんま引き込まれてる感じも、こいつはどうかな。なさそうなんですけどね、自分の箱あっちこっち埋め込んでるんで、それでヒットすりゃ OK だけど、ヒットせんならどうしようもないかなというのはありますけど、引き込まれての殺菌とこまでぐらいですかね。なんかあとは、引き込んでるような感じもないですね。あと、よければすって引っ張り出せるんで、まあ最終的に全部メスが落ちた後にチェックすればいいかなと思いますけどね。要するに、まあ、もうか産んでるっぽい引っ込まれてるやつだけ狙い撃つみたいな感じですね、やり方的には。なさそうですね。とりあえずは引き込んで丸めてあるやつもないんで、多分まずさっきまで全部でしょう、今回産んでるのは。で、あとは戻しながらチェックしていくということですね。なんか幼虫の卵の孵化も早いという話も聞いたことあるんですよね。なんか2週間ぐらいでも孵化するとかいう話聞いたことあるんですけど、実はもうすでに3つ取ってるんですよね、卵。で、それをこう観察してるんですけど、まだ孵化する様子がない。まあ、卵自体パンパンに膨れてるんですけど、まあちょっとまだ孵化する様子がないので、ある程度もうちょっと温度上げてやれば早いのかな。こういうと適温がわかんないんですよね。とりあえずミャンマーのカチン、チュドラジってことで、今日も18度で管理してるんですけど、もうちょっと温度高くてもいいのかな、本来は多分。活動がこうゆっくりゆっくりなんで、でも、下手に上げて、こう、ね、すぐ落ちちゃうと、結局、でこうせっかく希少種をね、あっさり落とすことにもつながるんで、やりはしないですけど、とりあえずよくわからない種類にはもうひたすら低温と、まずは。20度前後からやって温度を上げていくなり下げていくなりするというのが一番いいとは思いますけどね。
とりあえずもうなさそうですね。あとこう水苔で大事なのはある程度こうこの水苔自体を湿った状態にしてやるっていうのが多分結構大事なので、なんでかっていうと結局これでまとめやすくなるんですよね。引っ込んだ後にパサパサしてると、ま、結局巻き込んでも結局なんだろう、まとめられないのであんま引っ込んでくれないっていうのがあるんですよ。前回3つ裁断した時にもう1回やった時に全然取れなかったんですよ。でその時水が乾燥してたんで、意外とこうもっとびっちゃびちゃでもいいかもしれないですね。まとめやすいように引っ込みやすいように、で下やっぱふわふ下のあの腐葉土はふわふわにしてやると、これも引っ込みやすいですね。やすいようにしてやるというのが原則だと思い、原則というかうまくいくコツだと思います。でまだ目数は10まだいけそうなんで再セットということですね。今回は一応2つ取りましたんで、ね、一応こういうセットでも一応産卵させることができますんで、もしみんな皆さんですね、手にし割りっくをすることがあったらちょっと試してみてください。それではですね、割りっく花むぐりの割り出しを終わりたいと思います。